はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はですね、チューハイなんですが、激レアのなのかわかんないですが、チューハイをゲットしまして、ですね、これいいわ、これ。ゲソいらんわ、これ。ステップステイよ。ゲソまずい。イカのゲソがさ、クソまずいんだ。あかんほどまずいんだ。こんなもんか。ね。じゃん。道産素材。北海道産ハスカップ。という謎の、チューハイ。しかも値段が150円ぐらいして高かった。これ200円ぐらいしたっけな、これな。しかもこれさ、よく見て。これさ、ラベルがさ、これさ、シールで貼られてんだよ、これ。ここの部分だけ。なぜかこのシール素材、シールで、明らかになんか、手作り感たっぷりの、ほら。これ。シールなんだよ、これ。全部。ここの部分。これ剥いだら何にも、なんでこんなになってんだろう。ね。ハスカップ。果汁が 10%、アルコール度数 4%。原材料、ハスカップ。これ何？なんか、プルーンみたいなのが載ってますけど、これがハスカップっていう。ひらがなでハスカップ。なんか果物ですかね。北海道、三浦産で、加糖ぶどう糖液糖と、スピリッツ酸味料と、スピリッツと酸味料と香料とビタミン C。製造者が北海道麦酒醸造株式会社。だって。これレアでしょ。どう見ても北海道限定のやつがなぜ新潟にあったって。新潟のね、魚六っていうスーパーに売ってました。一体何なのこれは。あ、ブルーベリーっぽい匂いじゃねえや。色だ。うわっ。か、ブルーベリーじゃん、これ。ブルーベリー？いや、イチゴ？そんじゃ乾杯。あ、甘い。あ、ブルーベリーだ、これ。あ、これブルーベリー。うん。ブルーベリー。もう味がね、ブルーベリーのチューハイ。いわゆるブルーベリーのね、ジャムの味がする。ハスカップ。ハスカップチューハイ。ハスカップでググります。ハスカップ。果実。ハスカップは、ズイカズラ科、ズイカズラ属の落葉低木。だって。あ、プルーンみたいなやつですね。見た感じね。へぇ。プルーンっぽい。見た目が。ちょっと細長い。ああ。結構ブルーベリーの味がすんごい似てるっていうか。もう完璧にブルーベリー。ハスカップチューハイ。で、ググりましょう。丁寧に手摘みした、ハスカップの、甘酸っぱい独特の味が楽しめます。うん。ああ。そっか、これ。あ、果汁 10% って結構でかいぞ。でかいってか多いぞ。
どうりでなんか味濃いなと思ったら。はあ、うん、あ、この会社、あ、余市のリンゴほっぺチューハイってこれ買ったわ。しかも195円もする。高っ。あの、魚六でね、また売ってたんで、今日買ったんですよ、一緒に。また後で、明日あたり飲みますけど。これ182円だって、高っ。普通に定価182円で、余市リンゴのほっぺチューハイが195円だって。高っ。で、動産素材のブドウとかもありますね。洋梨、メロン、なんてのもあるみたいです。だそうです。ハスカップ。ハスカップって言うても、完全にあるブルーベリー。ブルーベリーチューハイと言ってもわからん。うん。でもなんでこれ。新潟に売ってたんだ。なかなかね、イカもね、刺身で食べると、うん、新鮮なのか、美味しいですね。ただなんか。なんかいろいろ硬い部分が、でもなんかこのイカのゲソもったいねえな。あのね、ちなみに関係ないですけど、あのイカのゲソが、うわ、買ったこのゲソ。噛み切れねえ。なんだ。スルメのイカのゲソあるじゃないですか。俺あれ大好きなんですよ。なんかゲソの方が美味しいんだよな。でね、先ほどね、イカを解体してた時に、内臓の部分がね、にね、あれがあった。味噌みたいな。イカの塩辛ってさ、あれ使ってんだよね。その味噌みたいなの。イカの体内のなんか、味噌みたいな、なんかちょっと、なんか色がさ、ちょっと茶色いさ、なんか、あるじゃん。イカの塩辛ってなんかちょっと、
ピンク色っていうか茶色っぽいような、ピンク色のような、あれがあのイカの味噌の部分なんですよ。味噌っていうのかな、うん、で解体しながらこう、あ、これかと思ってね。イカの塩辛俺も好きなんでね。ただイカの塩辛ね、あれね、未だにね、その皮がさ、イカの塩辛のさ、イカの皮がね、ついてるやつしか、安いやつしか買ったことないんで、ほんとにあれ噛み切れなくてな、嫌なんだよ。ただ美味しいんですけどね、ご飯とかにも合うんで、いいんですけど、うん、なんか、もうちょっと噛み切れるようにしてもらいたいね。硬い。うん。あ、これクランベリージュースみたいな感じ。クランベリーっていうかな。クランベリージュース。まあやっぱブルーベリー。なんかベリー系のなんか。まあ俺ベリーって言うと、ブルーベリーぐらいしか食ったことないから。まあ、ほとんどブルーベリーの味しかしんねえな。うん。もうわからん。もうこれブルーベリーですって言われたら、あ、ブルーベリーですねって答える。ぐらいの味です。うん、だから、ハスカップっていうのがどういうのなのかは知らないけど、これで飲んだ限り、まあ、ブルーベリーなんだなと。これは結構甘い。うん。まあ、でも結構、ブルーベリーのチューハイってのも、ま、なかなか珍しい。結構、甘くて美味しかった。うん。3444です。ご視聴ありがとうございました。